立憲が令和離党者愛知15区擁立、令和支持者ブチギレということでですね、こちらについて触れていきたいと思います。はい、あの愛知15区ですね、このチャンネルは何回かねちょっと触れたりしているんですけども、えー、今回ですね、まあ、令和新選組が元々立っている選挙区に、まあ、令和新選組を離党者賞立憲民衆が擁立してきたってことで、まあこのケースはね今までなかったんじゃないかなという,ふうに思いますので、今ねかなり令和支持者 がブチててる、えー、状態になっておりますとさらにこれ、令和新持だけじゃなくて、まあ、言ったら今回、擁立される小山千代さんという、えー、方をめぐって、い、まあ、ったら、ね、本来、同じ仲間になるはずの、えー、立憲民主党の、ね、こう支部長が結構攻撃したりだったりとか、なんか今、そういった状況にもなっておりまして、なんかこの愛知中国に関しては、なんかいろいろもめそうだぞみたいな、今、そんな状況になっておりますと。はい で、さらに、この愛知15区の出るメンバーっていうのが自民党 vs 元民主党のれいわ新選組の候補者元立憲民主党の維新候補者元れいわ新選組の立憲民主党候補者ってところでけわかんない状態に <laughs> あのど,どういうことですかみたいな形になっておりますのでこの愛知15区ですねかなり注目選挙区になるんじゃないかなと思いますので触れていきたいと思います。はい まずもともと立憲民主党のところに令和新選組だった人が入るというケースは過去にもございました。まあ、これはです、ね、渡辺照子さんという2019年の参議院選挙とかに、ねえー、全国儀礼句が出られていて、まあ、その後衆院選とかでも、ね、出ていた方がいるんですけども、えー、この渡辺照子さんは、えっと、練馬区長選挙と同時に行われた練馬区議補選のところであ立憲民主党が出るという状況になっておりましたとで実はこの時の左の、ね、選挙ポスターを見ていただければ分かるんです。 ですけども、まあ山本太郎さんのね顔写真が入っていたりみたいなところなので、一応こちらに関しては延メだったのかなとで、二千二十三年の練馬区議選本選の方では山本太郎さんの顔写真がね消えてみたいなえー、状況だったんですけども、で今回は令和新選組が立っているところに令和の離党者が出てくるっていうところでね、えー、さらに注目を浴びたのかなと思います。はいえっ、ー、と立憲民主党が愛知十五区擁立って,てことで、えー、中日新聞さんの方がですね独自スクープという形で報じましたと、えー、立憲民主党衆院愛知十五区 元川口市議の擁立確認、えー、常任幹事会で公式決定7月26日の立憲の愛知幹事会で、えー、埼玉県の川口市議の小山地方さん49歳の方の擁立方針が決まったと。で、えー、7月30日の、まあ、立憲民主党の常任幹事会で正式に決定される見込みですうふうに書かれておりまして、一応ね、まだ立憲民主党の正式ではない、まあ、地元はね、完全擁立する方向になっているんですけども、まあ、最後、まあ、党本部。 えー、立憲の本部の方が、まあ、最終的に決定して発表されるんじゃないかなっていうまあ、でもほぼほぼ決定なのかなというふうに思うんですけどもでその一応 方っていうのが小山千代さん、まあ、僕も、ね、去年、統一地方の川口の、えー市,議えー、市議選でですね、まあ、写真撮っているんですけども、えー、こちらの選挙ポスターにはもがつい令和新選組で、えー、出られていたので、えー、私も推薦します、国と地方で一緒に頑張りましょうというところで、えー、山本太郎さんの、えー、顔自身が乗った中で、ね、こう選挙を戦われていて、えー、当選をされましたと、諦めない思いが未来を作る、何があっても心配するなというね、じゃあなんで埼玉県の川口、しかもこれ今回、1期目で当選された方ですね。 国政選挙ににチャレンジするっていう流れになっているんで、すけどもでこの小山千穂さんを巡って、ですね、まあ、この方はです、ね、ちょっと話題になった方なんですよ。ね、何かっていうと、あのー、2024年にれいわ新選組を離党された中で、まあ、その中で結構、産経新聞さんとかに、ね、結構報じられていた方で、まず2023年のこう見出しでいくと、令和も賛成した川口市議会クルド人意見書マスコミ法律ってですねそういった見出しがありまして、そこの内容でいきますと、まあ、当時ですね、 まあこう一部外国人による犯罪の取り締まり強化を求める意見書っていうのがこう議会の中でね、こお話し合っている中で、ここでまあいろんな、見たら川口氏以外の方も巻き込んで、かなりですねまあこのニュースっていうのが話題になっておりましたと、はい、で、えー、その中で、一部外国人っていうのが、すごもクルド人ですね、はい、最近ちょっとえ話題になっておりますけれども、でここが、その。 割とです、ね、だから厳しくすべきだという人とこれはり取り締まるなんてヘイトだという人でかなり分かれていててとこでつい、まあ、僕はねちょっとあの外部の人間なのでこれやっぱ地元の人の意見とやっぱ外から見る人の意見全然変わってくるんだろうなっていうふうには、えー、見てると思ってますとでそんな中で、まあ、反対者メンバーっていう、まあ、一応だけ賛成過半数を超えていたんですけども、えー、と反対者メンバーが共産党4名と立憲2名と、えー、令和1名ですとで実は川口市議会って令和2名いましてでこの小山千穂さんが賛成側に回 あってそれで見出しとして令和も賛成した川口市以外って書かれてるんで、割とね、令和新選組の支持者って、そういったね、結構ヘイトとかそういったところに関して、えかなり言われる、えー、方が多い中で、えー、令和新選組のこう小山千吾さんがこう賛成側に回ったことによって、小山さんがね、めちゃくちゃ叩かれるっていう、えー、状況になっておりましたとでこの小山さんが、まあ、この賛成した、えー、理由として、私の自宅前でも毎日暴走車両が通り抜けて、近所から苦情が殺到している、到底見過ご,と見過ごすことはできなかったっていうふうに思って、これ、産経新聞 さの方にも、えー、報じられてもいるんですけどもあのそういった中でだから、まあ、この取り締まり強化っていうのが、まあ、あくまでこう犯罪かなりやっている方に対してちゃんと取り締まっていきましょうみたいな。 えところで、まあ、ったこうクルド人自体をこう取り締まるわけじゃないですよってところをね結構、川口の、まあ、った賛成したメンバーの中でも、まあ、一部の,あの、ね、クルド人の方、一緒に住まわれている方を守るためにこういったことをやってるんですよっていう、主、え、張、ー、されてる方も結構いらっしゃるみたいな、えー、形ではあるんですけれども、はいでそんな中で2024年の産経新聞さんの見出しの方で、えー、川口市議会クルド人の意見書に賛成の令和女性市議が離党、市民生活に寄り添いたいというところで、えー、離党されましたと。で一応離党さされたとはこの小山千んは 結構立憲民主党の、えー、そういった、ねえー、方の集会のところに、えー、一緒に手伝われたりとか、まあ、そういった動きなどもされていた状況の中で、えー、今回、愛知中国の方に、えー、擁立されたというような、えー、ところですね。はいでこの 産経新聞とかでこういったとこあったんですけども、で今、小山千穂さんに対して、だから立憲民主党の仲間だった方がこういったねあの、賛成した人も一緒にできないと、まあ、このヘイトしている人には賛成できないってね、断じているま方もいらっしゃるんですけどもで、一方、例えば擁護している方に関しては、ですね、例えば、まあ、小山千穂さん自体が、例えば、まあ、こういったね、在日クルド人の来日の背景と埼玉での暮らし写真展に行ってきましたってところで、まあ、言ったら、この。 去年のですね、まあ、そういったあの意見書の後にも、まあ、かなりですね、まあ、こういったところで、まあ、地元の方を、まあ、クルド人の方に対する、まあ、そういったところであの写真展に行かれたりとかこう学ばれる視、ね、線みたいなのを見せられていたりとかえそして、れいわ新選組の区議会議員と一緒にですね、えクルド人問題を理解を深めるためにあの支援団体在日クルド人と共にの方だったりクルド人の皆さんと交流し生の声を聞きましたみたいなところで、まあ、一緒に行かれたみたいなそういった動きなどを見せているというような。えー 形なので、だからまあなんかねここの一件だけでヘイトって断じるのはなんかちょっと個人的にはねなんかうん。 違うんじゃないかなというふうには思ったりするんですけども、あとやっぱり本当に地元の方の、あのやっぱアメリカとかでもね、やっぱりこの北京沿いに近い所と、えー、遠いエリアでは、ね、全然考え方が違うみたいな、まあなんかそういった部分もあったりするんで、なんか結構ね、ここに関しては難しいのかなというふうには思うんですけども、で、その中で、愛知15区、れ、え、い、ー、新選組が擁立発表というところで、もととこれ、辻めぐみさんという方は2023年去年の夏ですね、擁立が発表されましたと。で、この方っていうのが、元とと京都市で東大で弁護士 でまあ、一応豊橋で著作権を巡る問題があるんでこちらに来ましたというふうに言われてるんですけどももうちょっと兵庫ッ区とか叩かれていた、えー、方で2022年の参院選の全国比例区、えー、5番手に入ってる一応令和ローテーション本当、ねえー、なんか1年ずつ、えー、繰り上げでねなんか当選していくみたいな仕組みあってで結局今のねあの 当選されている、まあ、あの方が結局やめずみたいなところもありまして、まあ、令和ローテーション自体が止まっているという状況なんですけども、この、えー、辻めぐみさん、元民主党の方なんですけども、えー、と令和新選組に入られましたと。で、まあ、この辻めぐみさんに対しての、まあ、かなり当てつけなんじゃないかみたいなね、えー、そういった形で批判されている、えー、令和新選組支持者もかなりいらっしゃいますと。で、さらに令和新選組が擁立しているところというのは、まだ立憲民主党が候補者が立っていないところに、えー、どんどん出していって、えー 野党を共同するなら令和で統一してくださいと。とで、今まではまあ、言ったら。 こうした前回のね衆議院選挙では、した調整をえした中で、言ったら、立憲民主党が立っているところで令和降りたけど、なんか令和を野党統一候補の選挙区に全然してくれてないよねと、ただただ私たち損してるよねって主張している中で、じゃあ今回はちゃんとね、野党統一で、令和新選組のねえ選挙区作ってくれるんですかみたいなところを結構、会見のところでもね、毎回言われたりもしているというえ状況ですと、まあそんな状況の中で今回、立憲が出してきたということなので、もう全然ほん、もう野党共闘 すする気ないんですねみたいな形で結構例和進んえー、支持者が、まあ、ぶち切れてるというような状況になっておりますと、はい。で実際前回の、ね、こう兵庫ックとかだと、まあ、このような形であもう辻さんとか結構厳しいというです、ねえー、状況になっておりまして。 で、この後どうなっていくのかっていうところなんですけども、で、これがですね、まあ、令和新選組の支持者さんに関しては、まあ、こ令和のね、離党者を令和新選組に当てつけるなんて何事だみたいな形で言われているんですけども、ただ、あのー、他にはですね、いや、別にこれ、令和関係ないんじゃないかっていう、えー、意見もね、結構ございまして、なんでかっていうと、どちらかといえば、この関健一郎さんへの当てつけなんじゃないかと、で、もう一人、えー、と前回立憲で出ていた関健一郎さんに関しては、えー、今回ですね、まあ立憲を を離党されて、えー、維新から、えー、擁立っていうのが発表されましたとだ今までね労働組合だったりとか、えー、そういった。えー ところの応援を受けてましただからもともと2014年は、えっと、民主党で叩かれていて2017年は希望の党で履、えー、ク活動戦されて2021年に関しては立憲民主党で出て落選されたとでその後前原さんと2連ポスターを作ったりとかそういったね、えー、動きをされていて今回維新から出るというでしかもねこの地に骨を埋めるこの党に骨を,うめうに、ね、骨をうめ埋めるって維新に骨を埋めるというふうにも、えー、言われているというような、えー、形で、えー、政策が一番違いのが維新ですというふうにも、えー、言われていて野党反対ばかりでなく対案を出せというふうにも言われておりますとでそれに対して 結構労働組合が怒ってるんじゃないかと裏切られたみたいな、ねえー、目線があって、えー、この関さんを言ったら比例復活当選させないために擁立したんじゃないかっていうふうにも、えー、言われておりますとはいなのでまあ労働組合が全力で出せる立憲の指を出したんじゃないかとでまあそうするとまあ立憲が出た瞬間は関さんの、えー、もう惜敗率はかなり下がってくる、えー、形である,あると思いますのでまあそういった動きなんじゃないかっていうのを結構 SNS でつぶやかいて つぶやかれている方もいらっしゃったりとか、あと地元の方からもね、ちょっと DM とかも頂い,いておりまして、まあ、こういったあの形なんじゃないかっていうふうにも、えー、言われている方もいらっしゃるというような、えー、形ですね。はい、で、前回の衆院選でいくと、愛知・中国に関しては自民党の根本さん、えー、立憲民主党の関さんが比例復活当選もできずっていうところで、ヤーの菅谷さんという方も出てたんですけども、でこの菅谷さんに関しては7.0%なので、一応ね、えー、れい、えーれいは新選組と東海ブロックでいくと一議席、えー、比例復活動枠が、えー、あったんですけども、 10%以上を超えないと比例負荷総選できないというところで、その条件に満たすことができなかったと。で、え令和新選組の東海ブロックの1議席は、誰もね、10%ト超えることができなかったんで、公明党に行ってしまうと、令和わを本来もらえるはずの議席が公明党に行くというですね状況が前回の衆院選でございました。で、今回ね、立憲民主党の方が出てくると、まあ、結構この辻さんもね、かなりちょっと厳しい、10%ト超えるのも結構ね、大変な状況に追い込まれたんじゃないかなというふうに思いますので、お、ま、そ、あ、らくね、東海ブロックでもし、令和が1議席取るとすると、 まあ、ギフタンクの、ねあのー、方に、えー、行かれるんじゃないかなっていうふうには、えー、ちょっと個人的にはですねはい。はい まあ、ギフタンクは結構ちょっと強いんじゃないかなというふうには、えー、見てて思っております。まあもともとずっと、えー、こちらのエリアで、えー、活動されている、えー、方になっておりますし、はい。まあ坂口さんがね、結構強くなってくるんで、令和の中では、えー、東海ブロックでだとね、かなり優勢になってくるのかなというふうには思いますね。しかも相手が、えー、立憲じゃなくて国民民主だったりもしますので、はい。まあそんな形かなというふうには思っております。で、一方、自民党は根本さん。まあ、根本さんからするとね、かなりウハウハな展開なのかなというふうには、えー、思います。2003年豊橋市議選初当選して、えー、2012年から一応 愛知地国で、この自民党で四連勝だと、なんからね、あのー、一応、この根本さんがね、こう未練出る機会っていうのが、日本を明るくする会っていう、まあ、ハゲ議連ていうですね。まあ、言ったら、頭皮の薄い方だったりとか、まあ、いわゆるハゲてるって言われている方々が、まあ、いっぱい集まってると、で、あのー。 そこにね一応、菅さんがね関わってあの菅、菅元総理が関わっていたりとか、まあ、している中で、まあ、このハゲギ連て言われているやつがありまして、その事務局長をやられていたのがこう根本さん、ただね、最近、このハゲギ連のメンバーがね結構不祥事を起こしておりまして、えー、まず,ず宮沢博之さんですね、はいまあ、安倍派解釈日記の宮沢さんですね、もう週刊誌で、えー、出た瞬間、もすぐ辞職みたいな、であの記憶にございますという、ですね普通政治家、記憶にございませんというところ、記憶にございますっもうすべて認めてや、えー、められるという状況。 動かかししたた方がいらっしゃっゃりとかあとあ最近ね、ね公電とかで家宅捜かも入られている、えー、堀井学さんですね、スピードスケートの、えー、方で、まあ、最近ね、ねちょっとカツラをかぶり始めたんで、裏切りみたいな感じで言われてましたけども、もハゲギレンからすると裏切りみたいな、えー、感じで言われてましたけども、もこの堀井学さんも、まあ、次の衆院選はねもう地元の反発があっても、そもそも出られないという状況の中で、この宮澤さん、堀井さんというねこうハゲギレンのメンバーが最近、ちょっと不祥事を起こううしがちの中で、えー、この根本さんは無事に済むのかどうかっていうのも、えー、ちょっと注目なポイントなのかなと思っております。<laughs> はい はいなので、次の愛知地獄に関しては、えー、と自民党の根本さん、そして立憲民主党のえ小山さんで、維新の関さん、令和新選組の辻さんというところで、まあ、この4人での争いになってくると。はい まあ今ねちょっと立憲民主党は前回の衆院選に比べるとかなり支持率も高いえ状況になっておりまして、自民党の裏金問題とかでかなりね、役風がある中で、ま卑か化しやすいんじゃないかというふうに言われていると、まあその中で、小山さんがね、まあこれ、川口市議、もうね、一気で一気の途中で辞められてますけども、まあこの賞賛があるのか思ったのかわかんないですけども、愛知中国にえ出る予定になっていると、まだ会見とかね、本人とかやっていないので、まあその中でどういうメッセージ性を出すのかみたいなねところがちょっと注目だと思うんす 思うんですけども、まあ、ここに関しては、まずね、えー、令和のところに令和離党者を出してくるっていうポイントと、あと立憲民主党の中でも小山さんっていう存在を認めていない方々が、まあ、この川口市議会の動きとかでもいるっていう、えー、ところになっておりますし、でさらに、この維新の関健一郎さん、元と立憲民主党で、まあ、そこで、まあ、この関さんをね、まあ、落とすために、今回、小山さんを出してきたんじゃないかっていう見方もあるし。 そしてね、まあ、自民党だけがただただ今、有利な展開になってきてるのかなというふうには、えー、思ったりしておりますというところで、えー、この土屋下、えー、とかね、そこの含まれる愛知15区、えー、注目していきたいなと思います。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。